あれで時間が時間ではい時間です。時間の時間だ。イエーイ。はい、 B B Q ステージ。そうだ、1回だってね。そう、1回来てない。お休みしていた。そう、うん、どうして？いいとこに行ってた。あ、そうだよね。そう、それまだ言えないよね、そんなこと、ね、そうそうそう、ということで、はい、じゃあ、はい、ももちゃん、じゃあまずは2人の自己紹介からいきましょう、うん、今日いいね、テンポが。テンポいいね。はい、リアルフィギュア、あ、はじし間違ってるよ。リアルフィギュア的なごみきアイドルバラリとツインテールがトレードマークの現在人気募集中の姫様こと桃園桃です。皆さん桃ちゃんって呼んでください。せーの、桃ちゃん。プラカードを書いてきてくれたのに間違ってたから、自分が間違ってたかと思って、はい、いろいろライブ活動を行っておりまして、 CD が2枚といっても同じ曲なんですけれども、はい、出てて、これ完売めでなく、そして、はい、DVD も2枚、はい、大サビなどなどね、頑張っておりますので、よろしくお願いします。どうしよう、こんなにテンポの良かった回ないね。ドキドキしちゃったの。ドキドキしちゃうね。はい、じゃあ私今日はももちゃんと二人でやります。キュキュンキュンの、はい、そうです、キュキュンキュン、ミズキュンです。ギターアイドルって書いてくれたらいいのに。はい、皆さんユンタって呼んでください。せーの、ユンタ。ありがとうございます。いつもは違うもんですけど、今日はピンです。ユンです。CD も T シャツもあります。なんか今日みんなおとなしいけどね、今日なんか雰囲気がさ普通。ということで、恒例のお菓子徴収の時間に入りたいと思います。やったー。普通なんか今日会場にちょっとシャッターみたいなのがいます。はい、お菓子ください。1個もう出ております。何が出るかな、仙台のお土産を。あー、来たー。私大好きなんですよ、仙台。本当だ。この番組は PB クイーンの PB クイーンファンによる PB クイーンのための情報がいっぱい詰まった PB クイーン皆さんのお菓子によって成り立つ番組です。やったー。萩の月、美味しいよね。超美味しい。牛タンかまぼこ、そしてこちらもなんか高級そうな高そうチョコ。なんかモロゾフが桃園に見えるんだけど。もうモロゾがあったら私です。モロゾ、モロゾ、モロゾみたいな。いっぱいあるよ、いっぱいあるよ。今日なんかすごいね。うん、はい、ありがとうございます。ほら、なに、なに、カントリーマン。あ、コーヒーが合う。合う。コーヒーが合うってどういうこと？コーヒーに合わない。コーヒーないサッシー、コーヒーは、コーヒーがあるの。何その虫。何が出るかな。コーヒーがある。そうだよ、今日はチャッターさんもいっぱいいるかな。いるよ、多分3万人ぐらい見てるんじゃない。うん、すげー。いるけど、ユンターンって在宅派のパパパパパパパニさんがいる。また来ないの。また来ない。はい、ありがとうございます。これ1個あるんだけど、コーヒーが中に1個ポツンと、これユンちゃんに、あ、これこのままに持って、これじゃない、縦に、縦に、なになに、あげてみ、なに、あげてみだって。これクッキーみたいな感じ。シャンプーって書いてある。シャンプー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 。これシャンプーじゃない。シャンプーでしょ。あ、シュンプー。あ、きつった。あ、おいしそうなのがやってきた。見たい。そうな、シャンプー。おいしそうなシャンプーじゃない。じゃあ、シュンプー。あ、シュンプーだよ。超おいしそう。シュンのカステラ。シュンのカステラ。シュンパイコンから食べてみたい。あ、やばい。そうだ。早く食べないと。え、そんなに難しいの？うん？数字返したの？ゲストの人に取られる恐れがある。取られる恐れがあるから。よいしょ。じゃあこれ4社限定で。はい、じゃあ隠しとき。誕生日があったから。11月。
ペグって書いてある。なんだこれは。おお、美味しそうです。何？なんかね、美味しそうな感じ。おお。じゃあこれは二部のお買いで。あ、ありがとうございます。食べながらでも OK で。はい。食べながら伸びながら OK。桃色未半熟。これね、みかん、みかん、これね、これね、あ、なんかこちらもお菓子が、じゃーん、おー、今日も素晴らしいお菓子がいっぱいありますね。美味しそう。で、これは食べながら、ちょこちょこ食べながら、あとは2部で、そうです、全部2部消化全部消化しましょうね。はい。じゃあこれをもらって、今日はね、みんなちゃんと番組っぽくするんだよ。うん、だって今日ゆっちゃんいるから大丈夫。そうで見たよ、前回ので、見た見た、いた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 よ。前回の見たよ、プラナリアがスタッフみたいになってたやつ。あー、何何、マロちゃんめっちゃ頑張ってた。うん、あ、うん、ももちゃんが、ももちゃんが頑張ってる。そう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 、面白かったね。でもね、ね、あれはあれで、ああいうの、あれはあれでね、あれはあれで、まあ、いろんなことがあるのがね、 TV クイステーション、 TV クイステーション、ね、ということで今日の、はい、今日は、今日はちょっといろいろ振り返りたいと思います。はい、先月のね、しかもなんとこの TBQ ステーション、かれこれ0回目を含めると今日で6回目ということで、なんとダラダラと半年も持っている、ね、すごいよね、びっくりした。すごい、だって1回1回を何したって言われたら全然わかんないもん、ね、全然わかんないよね、うん、でも0回目、そう、0回目があるからまだ5回目なんだけど、絶対12月まではいけるから、いけるあと1回、あと1回で半年だよ。やばいね、やばいね、これいつまで続く、時の流れをね、いつまで続くね、時の流れを感じますね。ということで11月の1ヶ月を振り返りたいと。今日なんか響きがいいですね。みんな元気じゃない？うん、そう、あ、今日はどんな気配かなっていうのを探ってる。そうそう、探ってる。多分わかんないんだよ、そう、毎回違う、違うから、はい、ということで11月のライブが、はい、ライブいやーってなってる、ザバー、はい、11月のライブがこんなにいっぱいありました。多分カメラには映らないかもしれないけど、いっぱいあるっていうことが分かればいいと思います。そう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 、これママゾンの振り返るとあれですよ、計12ぐらいあるのかな、ライブが今月ね。結構やってたね。そう、1個書き合わせちゃったからね。でね、うん、珍しいなーっていうのが桃園のピンだと、この大森神社、うん、はい、舞台、神社、舞台、舞台、舞台なんで3回言った大事なことだから大事なことだから3回言っちゃったなんで3回言った七瀬美奈ちゃんっていうね、あのアイドルお友達の聖子ちゃん歌うことね、出ている舞台と舞台の間にやったライブで、うん、神社のね設定の中で歌ったんですよ。お、これかなり桃園の衣装がマッチしてて、神社の設定なの、神社の設定、神社じゃないんだ、神社の、あ、神社じゃない、神社じゃない、劇場、あ、劇場、そうそうそうセットセット、あ、神社のセットなんだ、うん、あれは写メを写したんですけど、セット本当に神社だと思った、あらでもね本物ぐらいね、リアルにできてて、はいはい、そこでね歌ったのが良かった。あとなんだろう、音楽の花がこの間行ったやつ、はい、初めて出たイベントなんですけど、このインタビューみたいなのがネットで配信されるらしくて、ここには桃園のインタビュー時に神が舞い降りてます。何言えない、面白い、面白いマジでこれ面白い、どうしたの、でもね、奇跡、あ、これはみんな見てないの、こそっと収録してあるから、うん、これね、あの、なんだろう、考えてできない奇跡が起きたんです。ここに神が舞い降りた神が舞い降りたって、これ絶対いつ放送とか全然聞いてないんですけど、うん、多分その時はまたブログでアップするので、ま、もちろんライブもね盛り上がったんですけど、その辺も注目してもらえたら的な感じです。的な、はい、めっちゃ気になるでしょ、うん、え、ユンの言っていいの、言っていいよ、ユンライブ少なかったんですけど、ライブは 1,2,3,4 ん、ライブは 1,2,3,4,5,6 個、11月6個、うん、そうで、頭になんとなんと主眼大事キュンキュンタイム特番、うん、水木ユンバースデーイブライブ、よおめでとう、ありがとう
これね、急遽シュガームーン主催がバースデーライブになったんですけど、よかった。もう本当に本当にみんなのおかげでありがとうございました。素敵なライブだった。お花もあったし、ケーキもね、まさか自分の顔のケーキを食べる日が来るとは。自分を食べるね、みたいな。みんながどこに包丁を入れるっていう。どうせ誰が食べる、誰が食べる、全部切っちゃうみたいな。いろいろこんなことがあるなんて思わず、もう本当に感動感動ね、本当に、うん、実行委員会ね、実行委員会本当にありがとうございましたね。いなかったらね、いなかったらやばいよね。なかったよきっと。ユンちゃんの素敵な涙を見れなかった。だってさ、誕生日でさ3人とかしかいなかった日にはさ、ちょっとさ、いや その3人にはさ感謝も湧くかもしれないけどさ、結構切ないじゃん。やっぱみんな、うん、なんだよ、ね、うん、みんなそっちのとこ3人も切ないじゃん。もし3人とかなったらっていうね。そう、あ、なんか友達連れてくればよかったかな、んか家族巻き込んでくればよかったかなってなるじゃん。なね、そう、それがもうなく、はい、みんな来てくれてよかった。よかった、これ本当。そう、でその次の日に、本当はリアルバースデーのこの日に別のライブがあったんですけど、そう、9日。この日はなくなってしまったので、うん、急遽その前の日に行った相沢まゆみんのネット番組に出てきましたね。そう、リアルバースデーにイベント、そう、そこでもケーキもらった。食べ過ぎ、食べ過ぎ。でもももちゃんも9月結構食べてたでしょ。超食べたよ、食べた、超太ったもん、ね、いやだってみんないるとこでしか食べてないから、結局一切れ一切れだから絶対太んない。そうなん、そうそうそう、え、全然いっぱい食べたよ、全然食べないけど。で、ぷくぷくね、ほっぺがぷくぷくだって。で、次ちょっと画面に映りませんか、ここ映んないですよね、これ。ももちゃんの顔、ももぞのの顔文字です。ぷくももちゃんの顔真似して、ブロ、お、さっくり、お、さっくり。ちょいちょいブログに出てくるんでね。でね、でね、10日間の充電期間があって、そしてこの充電期間はもうボロボロ、風風もひどいし、そう、なんかひどくて、で18日になんと投票ライブが、すごいね、ここ投票ライブ 2days だったんですよ。神楽坂エクスプロージョンで、うん、1個目が歌って踊ってララライドル、うん、これ水木ゆうみず、夢咲シーニャ&ジョニーで出て、うん、なんとなんと1位、イエーすごいよね、それ。だって印刷してあるんだよ。そうだよ、ちゃんとした症状だっていう。見えないか。すごい。あ、1位がすごいよ、印刷。光の加減で見えないかな。厳しいかな。症状ちゃんと印刷されてるんですよ。あ、この辺いいかも。ほら。いいね。で、これ何を基準に1位になったかわかんないんだけど。何が基準だって、いっぱいいたから。これね、基準ないんだ、うん、基準ないんだ。投票の基準がないの。あの、なんていうの、数じゃないってこと？うん、違う、1人2票持ってて、よかったら1票1票に入れるのね、で、1位取ったの、うん、で、次の日のイベントが、あ、飛ぶんだ、そう、これそのあれ、次の日のイベントが、パイさん主催のイカス秋葉天国、はい、そう、こっちは投票システムが違うの。こっちは何なの？こっちは2票しかない。だから1人2票で、自分の推しに1票と、もう1組気に入った人に入れるっていう、まあ、ちょっと分かりやすい。そうだね、そう、だからいっぱい呼べばいっぱい入るみたいな感じなんだけど、うん、次の日のが分かりづらいの、ね、一緒にそう、ももちゃんと2人でモモズミツキユニでワロックで出たんですけど、はい、イカス秋葉天国は投票制なんだけど、1人の持ち点が1000点あって、すごい、そう、1人500点なのね、うん、残りの500点は、あ、1人1000点の最大500点だから、残りの500点をどう分けるかみたいなのがあって、いっぱい入れられるんだよね。で、ワロックは、あの、ここだけの話、4位だったんですよ。そう。僅差だったんだよね。3位までしか発表されなくて4位で、うん、2位との差が130点。そうそうそう。だから250点か、250点。そんぐらい。まあ、だって1人ぐらい入れたら、そう、1人入れたら、2位だし。2位だし。そう、でも、その1人じゃなくても、みんなの配分次第でも、10点ずつでも入ってたら多分行ってたよね。こいつには10点だな、みたいなとこか、こいつちょっとおまけで50点とかだったら、ちょっといけたかもっていう。惜しいか、そう、でこんなのがあって、こっちはまだ残念でした。これそしてベイビークイーン、ベイビークイーン、ベイビークイーン、 PB クイーンのためのようなライブが、ももちゃんこれ2ステージに当たっちゃったんだよ、なんか
そうそうそう。で、ももちゃんまた立っちゃった。あ、また立っちゃった。また立っちゃった。ベイビークイーンっていうライブがあって、うん、これ渋谷で背負うでね、みんなで。そう、みんなで、あの、ゆめさきしーなちゃんと、プラナリアのツアー、ふたばえりちゃんと、PBQ レンジャー、やってきましたっていう感じで。で、残るライブはあと一つ。ももちゃん、まあいいや、あと一つ。あと一つ。大きいライブがあと一つ。で、残ってますね。残ってますね、はい。振り返っちゃったんだけども、はい、ここにあんまり出てこなかったけど、はい、大きいライブがあったんですよ。さらっと流しちゃったけれども、そう。言いたかったのはね、これ。だってさらっとするんでしょ、これ。これです。ツアーって書いてあるでしょ。ツアーって。それはタイトルツアーって書いてある。ツアーって書いてある。これがパウダーカルチャー。ね、一番言いたかったんだ。これ一番言いたかった。また立っちゃった。これ見えるんだよ。これ見えるの。じゃじゃじゃーん。じゃーん。見えてない。見えてる？見えてない。こうかな。あ、ここいいね。はい、PB クイーン的透明版ツアーをしてまいりました。はい、これ11月を振り返っちゃうと10月から引き続きだから出てこなくなっちゃうんだけども、10月の19、22名古屋クアトロのももちゃんが、はい、行ってきました。行ってきた。そう、10月27日心斎橋ファンジェーにシュガームーンが行ってきました、はい、そして11月16日、宝のババクラブフェイズさんにてももちゃんとダークナースゼロさんと夢咲シーナちゃんというなんとも PB クイーンツアーなね、がみんな出れたんだよね。そうです、みんなが出たツアーがツアーに入れた。そうなの。プラナリア入れたかったね。入れたかった。そう、プラナリアが入ればもう完全 PBQ だった ね。で、じゃーん、サーティーさん、そう、なんで Q を着てるかっていうとそれです。こっちが初期、そう、あのね、初期バージョン、名古屋、大阪バージョンで、こっちが16日だけのやつです。背中にね、名前が入ってる。え、すごいカラフル。超カラフル。見える、ね、シュガームーンってこの辺に、うん、聞こえる、これシュガームーンこの辺にあるんですよ。あ、もうそれじゃないけどね。あ、この辺じゃない。合ってる合ってる合ってる。この辺にあるでしょ。もうちょっと、まあ、この辺にあるでしょ。で、モモちゃんがダークナースでしょ。モモちゃんこの辺にあるでしょ。そうそうそう、ダークナースさん、ここにある、うんうん、あ、そう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 なんです。すごいよね、こんな作ってもらっちゃって ね。さあ、行ってきました。行ってきました。はい、ついてきてくれたニーニーね、ーありがとう。すごいです、ニーニー。名古屋ね、近かったんですけども、うん、東京からのニーニーに、名古屋のニーニーに、うん、まあ向こう側のね、うん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 、そう、大阪やらね、うん、ここからいろいろ来てくださって、本当になんかシュガムもね、去年の2月に、今年か、まだ今年だ、この前の2月に大阪1回行ってたから、そこで知り合った人とか、そう、大阪組がいて嬉しかったね。うん、そう、良かったです。良かった。なんかいつも通りにね、できたよね。なんかできたできた。なんかもうだって遠く行ってさ、それこそまた一人とかだったらさ、とか言う、それは心折れるよね、うん、すっごい緊張したもん、なんか久しぶりに。クワトロ広かった、広かった。でね、すごく歌いやすかったんですけど、またこれ先月ほらコンコン病だったでしょ。コンコン病。去年の、あ、先月のここの収録でもかなり咳込んでて、うん、おばあちゃんみたいだったけど、もうそのまんまだったからね。ありありゃ、一番ひどいね。え、喋るのもうかうかできない。あらららら。だからね、でもね、歌ってる時はまあ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 ぐらいです。まあまあ、そうだから、すごい歌いやすかったのに、うん、残念っていう心の声があります。じゃあまた行きたいね。え、そうなんです、また行きたいですね。全国回りたいですね。うん、うん、うんうんうん、なんかまともにやるとダメだね。全然今日普通じゃない。普通だよね。なんで普通なの、わかんない。あ、じゃあユンの11月の重大ニュース何。第3位、お誕生日でした。はい、第3位がそれなの。そう。第3位お誕生日です。だって普通じゃん、お誕生日みんな来るじゃん。来る。別にその月誕生日だからってニュースじゃないでしょ、うんうん、第2位、目が真っ赤になってしまった。うん、コンタクトをしたまま寝てしまったから、ただの、ただ
ただだらけてただけ。第1位、お財布がなくなった。あ、確かにひどいよね。叩くとこじゃなかった。事件だよね。事件だよ。財布隠してた。そういえばそうだよ。今ね、銀行でね、お金下ろせない。まだできないんだ。まだ違うの。カード作るところになんか一箇所書き方がわからない欄があって、そこを銀行の窓口に聞きに行きたいんだけど、その窓口が開いてる時間に。あー、3時まで。そうそう、わかるわかる。起きれない。そんなにはっきり言っちゃダメだよ。ね、そうだと思った。そう、まあそのうちね、うん、もう止めてあるから大丈夫、盗まれることはない。うん、今月そんなのか。結局見つからない。財布はでも見つからないよね。届いてこう、信じてたんだよ。誰を？人を。拾ってくれた人を。そうで、みんなさ、心のどっかで優しいかなと思って、ま、最悪現金なくなってもお財布が返ってくればそれでよかったの。カードとかさ、いっぱい入ってんじゃん、大事なもの。ポイントカードとか。だってカフェのスタンプカード全部埋まって、これ出せばコーヒー一杯もらえるってやつ入れといたのに、それもないんだよ。あとマックの優待券もないの。残念。残念。あんまり浸透してこなかったよ。財布なくしたことないもん。いや、もうなかったよ。残念だったから、みんな財布プレゼントしてあげて。いや、それはいいや。あ、そういうの。はい、で、そんなユンの重大ニュースですが、PB クイーン的ニュース。ツアー？ツアーは終わった。もう終わりなの？うん、うん、ダメ？うん、いいと思う。PB クイーン的に、ニュースが一件あるの。ある。なんと今月も新たな新ユニットがデビューしました。すごい。おお、すごいよね。結構動きあるよね。ある。だってユニットだよ。ユニットだよ、うん、あ、これなかなかまとまらないはずの、ね、ユニットだよ。それがなんと発足した。そう、発足したの。見た？見てない。ユンもちゃんと見てない。すっごい見たいです。でも実は謎のユニットなの。あ、皆さん見ました？多分ライブ自体はこれね、気になってるよね。みんなが気になってるこれです。今日のゲストさんが。そう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 、はい、その謎のユニットが来てるようです。ライブもまだ2回しかやってないんだって、うん、1回がお披露目ライブで、1回はなんかこそっとね、あのね、あ、事務所主催ライブ。そう、主催ライブの時に所属のはずなのに、そう、PB クイーン主催ライブの裏でやってたのね。っていうね、ちょっとなんかはちゃめちゃな。はちゃめちゃでしたね。もうでも来てたけどね。まあ、来てたけどもね、うん、そんなユニットがこれですね。みんな見えるかな。新人です。かなり新人です。見えるかな、はい、これが1回目のライブの映像らしいです。新宿俺箱で、どこかで見たことあるような。見たことあるか、今気をするんですけどね。いや、気のせいだと思います。はい、あの中とかそんなこだわったものじゃないんで。ちょっと控えめもあるのかなと思って。あのね、じゃあ今日はなんとこの2人が来てくれてるということで。はい、来てるようなんでお呼びしたいと思います。シーナ&パイソン3、シーナ&パイソン357のお二人いるのか。いない。いないです。なんかさ、この感じはどっかで見たことがある。いない。デジャブ。幻です。これ2ヶ月ぐらい前になんかないか。なんかあったね、こういうのね。暑い時期にありましたね。この辺でさ、なんかさ、三角のコーンとかやってたのいたよね。おでん食べてた、ね、いいじゃん。捨てに行った。あ、捨てに行ったのか。なるほどね。じゃあそれも今日はね、このゲストについて暴きたいの。だって気になるでしょ。あ、いや、空耳か。うん。これ何これ、ほら、あのね、ブログとかで。どっちがシーナだと思う。そ、え、そこからシーナ&っていうぐらいだから2人組でしょ。もちろん。え、むしろ何人。シーナ&パイソン356人じゃない。357だよ。あ、な、影響したらもうだってさ、この辺になんか見えないとこにいるよ。あ、気持ち悪いよ。毎回違うとかね、中身が。やだね。瀬戸利見た。見た。見てない。見てない。見てない。瀬戸利がね、ブログで公開されてるんだけど、ふわふわタイム、うん、新曲ムフフみたいな。ウィーソング新曲ムフフ。
最後なんだっけ、最後わかんない、なんだろう、ハッピーデイズかな、っていうこの新曲ムフフって、秘密らしい、しかも2曲も、2曲もへえ。でなんかね、ちょっとね、気配があったんだ、実はこの時、あ、この時ララライドル、うん、下の方なんかね、この表記ないジョニーさんの3が横になる、何それ、ヒゲ、そうで、どこ行ったのかなまだいる、本当にいないの、本当にいないの、あ、そう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 、そっくーみたいな、あら、あ、カノンさんが来てくれてたけど、お仕事に戻りますだって、頑張ります、今日のゲスト、遅刻です、遅刻です、はい、どうしたらいいの、じゃあ、もう無視じゃあこれは無視して無視する、うん、無視する無視して宣伝する、何の、いいよ、いいけどこれはどうする、まだ時間、あの、撮ったのにね、せっかくね、ゲストのために、今日のゲストでね、今日ずっとこれしか考えてない、しかもね、俺たち重要な話がある、ん、重要な話もある、重要な話、誰の、私たちの宣伝ある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 んだけども、先にしろって、だってね、ゲストなのにね、安定の位置すごいこだわってる、安定のハプニングですね、だって安定すぎるよね、安定すぎる、どうしていいのこれ、じゃあこれは試されているんだよ、きっときっとね、うん、お茶でも飲むか、そうだね、とりあえず食べるか、うん、どうするこれ、何したいですか先言っちゃう、だってこれで押して最後できなくなっちゃうって、うん、これはやだ、白人を、白人を、大事な告知があります、うん、イエーイ、さっきさらってワロックで出ましたって流しちゃったけどもね、うん、ワロックが何なの、今来るのダメだよ、ダメだよ、先に言っちゃったんだから、ももちゃん行くよ、ワロックが何かから言おうよ、一番先にじゃあ大事なのを時間を取って、はい、告知しよう、入ってるかな、じゃーん、見える、はい、今月じゃないや、今週末の27日、27日、お台場特設イベント会場にてショーアップドレスアップカーコンテストっていうのがあります、あります、2011、そう、カスタムカーのショーなんです、うん、でね、車がうわーってあるところの特設ステージで、なんとワロックが2ステージもライブを行うという、すごいイベント、1日2ステージ、そうです、これはロックが何か知ってない人もいるかもしれない、あ、いるかもしれない、モモドのモモとシュガームーンで、ミキちゃんの所属するシュガームーンが合わさってユニットなんです、1個の、そう、あ、ね、ワロリを着て、そう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 、ワロリを着てやっているんです、そう、これもうね、27日で見納めかもしれないというすっごい限定イベント、そうそうそう、 BBQ ステーション、始まりましたの PBQ ステーションなんですけども、ね、この10時50分前日もいろいろなことがありまして、本当にびっくりしちゃったんですけど、そうなんです、あのミラクルヒカルさんとかもゲストで来るんですよ、そう、だから、ね、なんと1000円で見れるの、そうでね、1000人とか2000人とかとかはい、安定のハプニングね、これか噂のね、噂のこれだよ、噂の怪しいユニット、これだってほら似てる、似てる、この写真と似てる、フードかぶってるしかも着てない、超柄悪いけどだから着てない、ただのゲストをね、ただのヤクザにやってるからここそう禁止な何かが入ってる、はい、ただのゲストでーす、もう遅刻じゃん、さっきもね、遅い、遅刻ですよちょっと何これ、どっち、バラ悪いよね、なんかどうするももちゃん、決して来てなかった、ピーピークイーンってアイドルのさ事務所だと思ってたんだけどさ、違うみたいな、なんかさちょっと柄悪いよね、柄悪いのに、だって下着てんのか、下着てなかった、超露出してるボタンは3つ開けますみたいなあれあれ、でもさいなくなったじゃあどうしよう、なんかどっかでさ、うん、同じことがあった気がするんだよね、あった気がする、するよね、うん、あれはどこだったかな、毎日毎日見てはいるんだけれども
どうしてほしいあの二人を。来た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 。なぜ？あ、日本語大丈夫ですか？あ、日本語喋れない。アリトル。あれシーニャ？シーニャ？あれシーニャ？いやでも日本語喋れないって言ってた。日本語喋れない。日本語喋ってたけど。何人だろうね。日本語喋れないっていう日本語喋ってた、うん、いやでも確実に金髪だったよあれは、うん、違うどうしようこれ。じゃああの二人について。二人のまた、うん、うん、たかったのあの二人は怪しいと思う、うん、思わない思わない。怪しすぎるよね。さっきねももちゃんと二人であの二人は、ね、どんな関係なんだっていう話をして。そうなんだ。だっておかしいでしょこの写真見ても。これこの年齢差ももそんな考えるに親子親子、うん、だと思う。これ愛人じゃないのこれはやばいよ。でもちょっとここから見るね目線が愛人だよね見守ってるいやでもその見守りは親子でも叶う。でもさあの二人がハッピーデイズ歌うんでしょハッピーデイズこの柄でハッピーデイズ。このなんか落ち着いたかっこいい雰囲気はどの曲か。ふわふわタイムかウィーソングかハッピーデイズなんでしょ。秘密。ハッピーデイズではない。あ、新曲だ。新曲。そうそう新曲。あのね、ユンの仕入れた情報だと新曲はこんな状態じゃないはず。そうなの、うん、新曲聞きたい。これふわふわでしょうね。あ、ハッピーデイズはメガホンを使うから拡声器を使って歌ってるので。しかもだってこれ皆さんちょっと今帰るとき見たと思うけど、あ、着てない。お揃いのね、うん、ジャケットとかあれ着てんの。あ、そうそうそう、エドハーディ。そう、絶対親子だろそれ。え、愛人じゃないペアルックでしょ。あ、やばいそんなのよお呼びしていいんですか。しかも BBQ シーナさんが外人ならさ、BBQ 所属ですよ。シーナさん外人ならさ、うん、パイソンさんも外人でしょ。だってパイソンってだって英語じゃん。英語だからいいと思う。357は357。357その時は357じゃなかった。あ、これ全身2回目から後付けで357が増えてるからちょっとだから進化したんだ。なるほど、増えてる。やっぱりなんか聞きたいのにね。聞きたいけどでもほら多分やっぱり外人で言葉が通じないのか入れないのか。あ、外人で北欧生まれだから、うん、寒いのが好きなんだよな、金髪でしょ、うん、あ、もう色白いと思った。だってこんなに真冬でさ、ここ開けてないよ。ないよ超開いてたよ、こうやって。めっちゃ開いてたよ。めっちゃ開いてた。あ、寒くないんだ。絶対革靴に靴下履いてないよ靴下なんか持ってきたよ。確かにやろう日本語やばい。なんか来た。あ、ということで、はい、じゃあゲストもしよかったら、あの前が開いてるんでよかったら。前が開いてるってそういう意味だ。 Please sit down. Sit down. Here. 映ってないから。映ってないよ。急いで急いで。映ってないよそこ。これ何？成田。成田。うなりくん。成田いるね。成田いるね。あの今、はい、あのみんなでシーナ&パイソンは何者だっていう話をしてるんだけども。ユウさん。あ、そう。あ、そう。あ、ご存知で。あ、どうも。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。はじめまして。切れてるんで。ナイスミーチュー。ごきげんよう。はい、日本人？ノー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 ノで、あのね、もう一個出てきたんだけど、あんなに外にいるのは北欧生まれの北欧のね寒いとこ出身だから、あ、外が普通なんじゃないかでも風邪ひいてんじゃん。寒いことは寒い。やっぱり親子じゃないね。そしたら日本人で外人。え、片っぽ日本人なの、うん、じゃ違う。何それ。あのくしゃみの仕方日本語だったよ。え、何それフィクシーって言ったよ。ガ
外人と違うと思う。英語で言うと思う。外人のくしゃみ知ってる？わかんない。やってみて。ハローみたいな感じじゃない？ないよ。英語でしょ絶対。それはない。言わないって。それはないよ。ヘはつかないよ。ヘロ？ヘロみたいな。なる。なるはず。絶対日本人。絶対日本人。でもこちらほら外人っぽい。髪の毛が。うん。風邪ひいてるの？されるかな。日本のライブハウスは風を吹く。え？ちっちゃい、ちっちゃい声が。日本のライブハウスは風を吹く。なるほどなるほど。だからちょっと今海外、いつもは海外的なあれかな。みんなから聞きたいことあります？苦笑い。ちょっとやめてください。もう大変大変。ちょなんだこのパイソン。何者だよなんだこのパイソン。パイソン。ザバーザバーザバー。二人は自己紹介とかしますか？したいですか？いい。外人かね、やっぱりだって喋んないもん。ノージャパニーズ。でも日本語通じてるよ。だって二人は自己紹介しますか？って聞いたもん。しまった。あと一個聞きたかったんこれ。パイソンさん。あ。ダメ。ダメだ。あ、ちょっと逃げた。あれ？何これ？閉めた閉めた。ただの引きこもりみたいな。そうか。汚れて。そんなの画面から見えないか。シーナさん相方でしょ？うん。ねえねえ、好きな食べ物は何ですかって書いてあるよ。誰？パニさんから。在宅派のパニさんから質問です。はい、何ですか好きな食べ物？好きな食べ物は何ですか？ラーメン。ラーメン。ラーメン。日本のラーメンでしょ？今食べてきた。ジャパニーズラーメン。ジャパニーズラーメン。醤油？醤油。味噌？塩？あ、味噌。味噌だ。味噌？辛いのが好き。担々麺。担々麺でも日本じゃないし。日本じゃない。うん、じゃあ違う。チリ。チリソース。ラーメンが好きということです。二人ともラーメン好きなの。バナナかと思った。なんで？黄色いから。ほら。本当だ黄色い。うん。なんだそれ。PB クイーンに黄色いるんだけど。ね、おかしい。パンの方がいる。パン。シーナのパンの方。うん、日本のアイドル。あ、シーナの子、シーナのパイソンのシーナのことを違うの。え、日本のアイドル、日本のアイドルに、うん、違うの違うって言ったら、ね、ここでダメ出しです。日本のアイドルに、うん、好きなアイドルがいる。あ、はいはい、私が好きなアイドルが日本のアイドルがいるというね。あ、なるほど。だって T シャツ。あ、なるほど。その子の T シャツなの。そう。見せてもらってもいいですか。大丈夫ですか。あ、まだ秘密なの。ダメ、手で払うから。なんでこれも。出てきた。桃園の T ですから。ありがとうございます。シーナさん、桃園のファンだったようで。すごい。もう知られた。だから TV クイーンに来たんじゃない。ありがとうございます。外国でも有名ということでね、桃園の。パイソンさん、中に何も着てないみたいな。見たい。チャック。放送事故。シーナさんはシーニャさんが好きなの。オッケー。好きなアイドルのお名前は。ママとの。あ、ありがとうございます。みずきゆ。おうおう。あ、私も愛してもらえる。なるほど。夢咲シーナ。夢咲シーナ。名前一緒ですもんね。そうですね。パクっている。あ、どっちが？そっから取った。こっちが。はい。パクらせていただいて。なるほどね。ちなみに、ね、夢咲椎名ちゃんの椎名もパクリらしいよって。あら、そうなの。あ、そうみたいですね。テレビに変えたら。あら、じゃあ今度見てみましょうね。そう椎名さん、テレビに出るのに私物持ってきてさっきまでちょっと忙しかったんだ。バッグは置いてきてもよかった。うん、なるほどね。ラーメン。ラーメン食べてたから。あ、なんかチャットが入ってますよ。はい。ジョニーさんが暗幕と同化してる件について。黒すぎて見えないという。ジョニーはいないよ。ジョニーさん言われてるけど。あ、ジョニーはいない。間違ったね今。ジョニーじゃない。ジョニー。え、ジョニー。え、わかんない。まずジョニーとパイソンは何が違うの。
人が違うの。でも3は一緒だよ。パイソンさん、うん、ジョニーさん、パイソンさんまで一緒だよ。5、7 5、7だから多分一緒かもしれない。この3、5、7ちゃんと意味がある。意味がある。パイソンさん、5、7。あ、どんな意味。ちゃんと読み方がある。わかった。パイソンさん、57歳。パイソンさんまで出るの怒られるよ。そうだ。後で怒られる。意味は、意味は何ですか。ちゃんとあるんですよ。サハラ砂漠のっていう。サハラ砂漠の語は風、寒。なになになに、どこが暑いの。知らない。寒って何。寒ってなだって寒。寒男ってやつじゃないの。あー、なんで57なの。わかんない。画数とかもあるんですよ。あるんだ。画数熱い。ちょっともうちょっと多い。パイソン、うん、357、うん、でこれはこれは被ってなきゃいけないの。そうそうそう。お揃い。なんでお揃いなのか。ペアルック、やっぱ愛し合ってるから。通訳通訳してみて。パイソンさんは喋んない。なんかつけるの。やだー。ガム出てきた。あーあー、出てきた。座った。社長さんに変えてもらわないと。あ、そうだね、今日社長今日社長いないんですね。今日私の飲む飲まない。ただこた発しました。発声。あの二人は11月にライブ2本やってると思うんですけど、手取りでなんか新曲ムフフみたいな。ね、新曲が気になる。それは来ないとダメ。それはダメです。あ、来ないと明かせられない。それは大事だよね。そういう500円からこれダメです。これ高いの。サハラ砂漠のなんとか。あ、あのシールドとかいろいろあるんですよ。3つ目です。あ、間違えたんじゃん。326って書こうとして357の。間違えちゃった。間違えちゃった。じゃあ26歳じゃん。まあ若い。ちょっと嬉しそうなんで。パイソンさん26歳。じゃあ愛人説が崩れた。兄弟26だったら、うん、兄弟まさかの、うん、かも。ニーニー、むしろネーネー。あ、ネーネーかな。え、これから2人はどうなっていくの。そう、うん、なんかつまんない。あ、すごい日本語喋った。喋った。つまんないって。なんかっていう言葉をつけられたんで、日本人として結構古いよ。マジで、うん、慣れてる。なかなか英語からなんかって出ないもん。嘘。フィクションって言わないし。通っちゃった。12月とかライブないんですか。あ、お二人のね、見て。気まぐれ発動中なんで。これさ、怪しくないね。撮ってどういうことよ。ライブ中しか発せない。毛です。毛でできてる。シーニャ、目を覚まして。え、もうされちゃダメだよ。黄色でしょ、あなた。あれ、シーニャ。ねえ、薄焼きシーニャさん。あれ、T シャツが、あれ、どこで洗脳されてきたの、あなたは。黒い。おぎくぼ。やだやだ。なんだ、おぎくぼって。ももてぃです。絶対シーニャだと思うんだ。なんか似てる。でも多分違うよ。親子だ。シーナ親子じゃない。シーナ親子じゃない。お餅様。笑った。絶対シーナ。絶対これシーナだよ。お餅様知ってるの。シーナ知ってるの。お餅様知ってるシーナだよね。うん、だからシーナちゃんを好きなのはシーナの。だ、何でも知ってる。何でも知ってる。お餅様も知ってる。なるほどね。熱そうだもん。なるほどね。北欧だからね。ももちゃん、この二人今後。あ、撮った。あ、だんだん顔が見えてきたけども。何これ、終わったで。終わった。終わったで壺に入るのも深夜しかないと思うんだね。今顔見えちゃったから。
暑いからそのうち脱ぐんじゃない上。もうちょっと暑くしようよ。あ、しちゃった。357の意味について投稿が来ています。ミツルの間違いだ。じゃなくて。マグナムジュコルトパイソンが 35.7 口径。あ、そうそう、それだってば。それだってばだって。パイソンさんは銃を使う人なの？何今の反応？なんで？かっこいいね。うん。いやでも銃じゃないよと思ったよ。ベース。ベースのあのこの柄を見て。ジョニー？うん。ノンジョニー。ノンジョニー。これ横顔見たらジョニーじゃん。ジョニーにしか見えない。だからベースを見てベースを。ベースはジョニーじゃないの。だってこの足がこの角度になるのジョニー。絶対そう。こう引いててこうなるもん、ね。そう、うん、なるなる。これジョニーだよね。ジョニー絶対この角度多い。ね。知ってる。ほら。ほら。ジョニーって聞いてる。また開け出した。ジョニーさん。返事しない。パイソンさん。違う。パイソン3573。パイソンさん57歳あ、違うらしい。よし。でもそういう明かされた秘密はそれですね、きっと。そうだね、うん、今後この二人どうなってくるの、うん、何系ですか。何を狙ってるんですか。シュールシュールシュールを狙う。確かにシュール。ハッピー&シュール。ハッピー&シュールだってハッピーデイズ歌ってるもん。何ハッピーアンドシュール。あ、はじめましたじゃない。はじめましたなんか言っちゃった。何何ライブ。あ、なるほどね。もうすでにファンがいらっしゃる。取れかかってる。あ、取れかかってるけどこれ自前だよね。あ、取れかかってる。やめ。抱っこあのカバン。あのカバンはシーニャのだ。シーニャのカバンをなぜダメって言ったの今。もういいかな。だんだんシーニャになってきた。あっちやん。おはようございます。黄色いのがだんだん出てきた、ね、黄色いの。もうシーニャ、もう脱ぎるのがついから。あつあつあい。ということで、うん、この二人は今後、ね、ユニット活動してくるんですか。らしいですね。ハッピー&シュール。ハッピー&シュール。ハッピーおハッピーおわシュール。時にハッピー時にシュール。いろいろネタがね仕込まなきゃいけないから大変なんですよ、ね、うん、なるほどね。やっぱり外人、はい、外人。でもだんだん全貌が明らかになってきた。パイソンさんだけはわかんない。パイソンさんどうなの。そろそろいいか。何が何が。なんだこれ。どうしよう、わかんない。シーニャとパイソンはシーニャとジョニーだよきっと。そうだよね、うん、だってユンのこのララライドルシュールだったもん。知ってるもう。見たかった。水木ユン、水夢咲、シーナとジョニーさんのはずだったんだけど、うん、どうしてもね1曲だけね、あの瞬間シーナ&パイソンが来た気がする。来た気がする。やっぱりそう。ちょっとなんかユンの時間が止まってたんだけど、あっって思って、ユンの時間が止まっててもうなんか暗闇だったんだけど、なんかねシーナっぽいのがいた。なんかねカオスなね時間があったんです。これの時ね。そう、この新曲ムーフ。ムーフがあった。新曲か。それがどっちの知らないはずだもんね。私の新曲ウィーソング。あ、そうなの。何これ、ちーちゃんパターン。私のって言ったね。言ったね。あ、これの新曲。うん、ユニット。ユニット、あ、ユニット、こっちもユニットできてたじゃん。シーナ&パイソンの新曲ウィーソングじゃなくて、もう一個は PB クイーンユニットできたんだよ。あ、できたできた。リトルプリンセス。そう、それもまた違う方。あれ、シーナさん。シーナさんですか。リトルプリンセス。あれは夢咲シーナに聞いたもんじゃない。あれは夢咲シーナ。とち、遠い国からやってきた、うん、私たちリトルプリンセスです。そう、遠くの空からやっ空やってくるから、あの1ヶ月以上前に音楽でないと、うん、あ、間に合わない。
なるほどね。来るのに時間がかかる。早めのオファーをお願いします。早めのオファー、何でも知ってる。シーン&パイソンは急遽でも発動できるでしょ。おぎくもだから。なんでおぎくも。二人はおぎくもに住んでるの。二人一緒に住んでるなら、でも安心で。やっぱり安心。どっち101だったら101? 101? 501とか。あ、部屋が違う。同じマンション。同じマンション。大きくも同じマンション。じゃあ特にあっちの方でライブがあればいつでも行きますみたいな。だから高円寺と東高円寺、あー近いじゃん。あー、ニコで。あー、あれ違う。まあ、いいよ。大きくも今日結構はるばるじゃない、ここ来たの。そうね。でも大きくも、大きくもから秋葉まで二人一緒に来たの。うん、別々に来たの。私桃太郎。私は深夜と来たよ。でも桃太郎は深夜と来たの。深夜どこ行ったの。深夜じゃない。どこの消えた途中で急に桃ちゃんと来たの。あれ深夜は桃ちゃんと連絡が深夜は誰が来たの。パイソンと来たの。さっき来た。さっきと言ってること違うじゃん。もう分かんないよ。本人が分かんない。あー面白い。あれあれあれ、お疲れ。パイソンさん、パイソンがいなくなっちゃった。あれあれ誰ですか。あすぎさん、おはようございます。おはようございます。なんだかんだちょっと今日 C& パイソンゲストに50分。ダメだし、バカだから喋れねえからあいつ。50分やってみたんだけど面白かった。なんかね、よく分かんなかったね。分かんなかった。椎名さんはまだいらっしゃる。椎名さんここにいるんですけど。ノブリ、ノブリだと思うんじゃない。椎名さんここにいるんですけど大丈夫。じゃあね。えっ、 BB クイーンの新ユニット。あ、これなめる。これなめ、これなめ。それって高いやつ。これ高いやつ。これなめこない。これなめこない。あれ入れてて、タネが入れて、上がって。はいはいはい。じゃあそろそろあれかな、そろそろお口しようかな。今度の27日に口を思いっきりしていただかないと。そうだね。じゃあ一番大事な、さっき途中で終わっちゃったんですよね。途中で終わっちゃった。そう、なんか C&パイソンがね、やってきて。だって出るんだか出ないんだか C&パイソン。C&パイソン面白いね。言ったよ。うん、あまり絡みたくないよね。嘘、来月主催で。え、 C&パイソン主催。何するの。聞いてないんだ。じゃあもう一回戻りました。はい、はい、来月ライブがいっぱいあります。はい、いっぱいあります。気を取り直して。大事。ユンちゃんパンツ見えてる。でも来月のね、うん、見えてない。それパンツだよ。これスカートだよ。シャツだと思う。シャツ巻いてる。あ、方式だ。サシパンツ。はい、気を取り直して、はい、BB クイーン主催のライブが12月にいっぱいあります。まあ、超いっぱいある、超いっぱいある。これちょっと最後に撮っといて。そう、1日、まず1日シュガームーン主催キュンキュンタイムを出ます。ロサンゼルスクラブ東公園です。で4日アイドルビジュアル、アイドルビジュアルもうバンドアイドルなんか PV クイーンからバンド先生でちょこちょこ投入するらしい噂のライブが4日。はい、そして10日。10日、モモのモモの主催ライブ。あの主催だからって何がするじゃない。神楽坂エクスプロージョン。でもいます、10日の。そして23日クリスマスライブ、イブイ、イブイブライブ、イブイブライブ。この日はぜひ皆さん来ていただきたい。いただきたい。これはエクスプロージョン。エクスプロージョン。あ、多いね、今回ね、エクスプロージョン。で、27。忘年会ライブ。ロサンゼルスクラブ。はい。その2カ所を押さえとけば間違いない。本当来月いっぱいあるから、そう。ね、大変だけど来てほしい。それはじゃあ心に留めて、ドン、また出ました。出ました。あさってです。27日ショーアップドレスアップコンテスト2011。イエーイ。去年ももちゃん出たんだよね。はい、出ました。トラックのステージでね、歌えるんです。あの、うん、車がいっぱい並んでいるその真ん中ドン。そう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 、すごい大空、ニーニーの奥に海があるっていうね、いい景色で歌えるんです。開放感だね。開放感。
そして駅からも近い徒歩1分ゆりかもめ大海駅徒歩1分お台場ほほほほしないでお台場特設イベント会場にて27日のねこれもうお昼だよ10時半からと2時から早いけど来てほしいです。で、あの入場料がなんと1,000円入場料が1,000円1000円で2ステージ見れてゲストさんも来てるそうミラクルヒカルさん桃園のあワロックが歌った後にミラクルヒカルさんそしてここでお約束していただきたいのがこの日は桃園のさっきのピンクの T シャツか、うん、シュガムの黒い方の T シャツを両方持ってる人は両方どっちかの人はどっちかを持って集合してもらう集合あともう一個タオルあはいブン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 タオル何色でも大丈夫なの、うん、タオルね赤水晶かなそうだねうん2ステージあるからねそれぞれでそうだねそうだねいろいろねちょっとね赤が必要そうそうそう白も来た前向き半分ずつ切ってきてたのにしたらどうそのためにもう一着ずつ買っていただくとかねそしたら両方さいいね、うん、なんかこうだってさ表と裏だと分かりにくくなっちゃうからこう確かに、うん真ん中で桃さんに捧げるっつってこっちシュガムにそうそうそうかっこいいねかっこいいねこれぜひともそうこれもうねずっと前から決まっててねだいぶすごい推しですすごい推しですしかもワロック珍しいお客さんも1500人ほど、うん、そうここにいる500人のお客さんが来ないと1000人になっちゃうから困っちゃうぜひともみんな500人来てもらうのダメですそう初めてライブに行くって人でも絶対来やすい、うん、車を見に来ればねそうそう面白いし俺まだ車見に来たんだし、うん、ももちゃんと会ったことないって言っても遠くの方からでも見れちゃうもんねおはようおはようあれシーニャどうしたの行った遅れちゃった遅れちゃったこれリトルプリンセスじゃんそうだねこれはそうじゃないなんかおかまおかま誰でどなたですかどちら様入ってきちゃった間違えたみたい結構似合うなこれ何だこれ誰わからんないいな社長がいなくなった社長です気づかなかったびっくりしたこれ杉さん杉多分そうだと思う杉聡さん杉杉 G 違う杉さんあ、ジョニーキャロラインキャロライン新しいの出てきたキャロライン締めて早く締めて終わっちゃうからあ、死ぬあ、これはダメこれはニャンメなんでこれは写メ撮るんです私が誕生日でもらったんですとりあえず何回もやってないしかしてない CD2 だったらどうなりましたんあ、覚えてる方がなになにその話はえ、聞いたかった何ごめんごめん、聞いたかった何 CD2 何 CD2 ワッペ先月の話、うん、その話は幻してあのトレーナーに貼ったらどうですか自分でマジックで書けよそうです中央だけで多分ね新調したスーツに書いちゃえばいいんだよはっちゃゃさんもいるよゆうさんいるよあらみんなありがとうございますありがとうございます来月遊びに来てください来月あればの話ですあらあらでも来月ねあれだもん来月になったら5回目だよねあ、半年期間で来月の PBQ ステーションいつ買うのあ、いつか分かんないだってライブ入れちゃったえ、嘘社長に相談23日あ、だって23日は祝日あ、大丈夫夜、夜大丈夫このみんなが来てくれてそのまま移動カツカツヒライブケツカッチヒライブです7時半までだよ、7時半まであと1分だよねあ、やばいやばいやばいどうしようどうしようやばいやばい、はい、みんな集合集合キャロライン集合キャロライン集合じゃあ終わろうチンちゃん怪しいよということで今日の BP プレイステーションはこれにて終了これにて終了ですはい、はい、じゃあ27日みんなお台場に来てくださいそして来月12月は23日クリスマスイブイブライブはいえ違うよあこのライブから23日ですはい、はい、夜8時一緒に来てくださいはい終わり終わりありがとうございました
ありがとうございます。